契約だろうがよろしく頼むよルフィ。今度会うのは海賊の高みだ。こんな感じですかね。お嬢さん、駐車場電話番号教えて教えて。いやー、ラブー電気教育だったおお、お前と暮らした1年間驚くなかったぜ。ベジータ、それが貴様の究極の技か。こんな感じで。へいへい、セーラさんは気休めのお上手で。どんな感じですかね。藤子ちゃん、藤子ちゃんと結婚したくなる。こんな感じですかね。こんな俺を真似してくれ、ありがとう。こんな感じですね。ユリア、俺を愛していると言ってみる。ケンシロウ、久しぶりだが、俺の一番欲しかったものはたった一つ、ユリアだ。笑って次に笑うんですね。CM。おっちょおっさん、おっちょおっさん、給食電話番号教えて教えて。いやー、非常に回答。Thank you so much. Thank you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  so much for coming in today. Piccolo from Dragon Ball Z.魔漢光殺法。 Thank you。 俺にやらせろベジータ。俺たちは戦いで一気にお前たちの言うエネルギーを増幅して爆発させるんだ。道義すらなくしたお前が人の心配とはな。な、一人ではない。我が影の技の記憶、解くと味わうがよい。アサシンスーパーマジック影分身。乗るのかい。お前なんだよ。俺が何したってんだよ。ケンシロウ、久しぶりだな。ユリアはもうお前のことなど忘れたとさ。あの時のお前の命と引き換えにな、お前はユリアのおかげで7つの傷だけで済んだのだ。絵に描いたようなヤクザ屋さんが講習受けちゃいけないのか。だってなんでレイバーが必要なんだよ。お前人をそういう目で見ちゃいけないよ。こりゃやべえんじゃないの。まるで僕たち夫婦のようではありませんか。そうだよ。申しません、ごめんなさい、申しません。じゃあ次は甘いものだな。どこに行けばデザートが手に入る。よし、俺が取ってきてやる。褒め言葉として受け取っておきましょう。しかし次からはいかなる理由でも私への攻撃は試験官への反逆行為とみなして。